情報を早く本部に報告し、 S 級ヴァルキリーを出動させて彼女を捕まえないと。ブローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。危険は犯せないのよ。彼女のエネルギーは律者に匹敵するのよ。それに彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性があるの。私もウェンディを信じるよ。長空市の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど、最終的には彼女自身の意志で崩壊に打ち勝ったでしょ。キアナちゃんの言う通り、助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよ。ここの状況を本部に報告してから S 級ヴァルキリーが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。姫子少佐、ありがとうございます。艦長と一緒にいると安心します。せっ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 、ヤッホー、私の出番奪わないでね。イエス、マスター。ファイヤー、射撃。ヤッホー、完了。はい。ヤッホー、はっ、いらないもん。セイ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 、ヤッホー、はぁ、私の出番奪わないでね。はい。でも悪いニュースが2つあるわ。1つは天命本部がウェンディを第4律者に認定したこと。もう1つは第4律者を捕獲するため欧州本部の S 級ヴァルキリーがもう出発していること。 S 級ヴァルキリーが？なんでもない時だったら手合わせしたいな。でも今は会いたくない。今回出動している S 級ヴァルキリーはデュランダル、黒いヘルメットをかぶって巨大なランスを持っている。今の S 級ヴァルキリーの中では最強だそうよ。艦長、起きて、元気出してください。了解です、艦長。ステップ、ステップ、ステップ、
目標。発射。ファイヤー。マッコイド、エクスプローション。しないと勝てないと。行きましょう艦長。学園長、そのネゲントロピーが奪っていったジェムというの気になる？もちろんです。デザイアジェムの中に律者の力が隠されているとしたら、奪われたジェムも同様のはず。そして部下の中にちょうど律者の力を持つ者がいます。おそらく少佐の推測通りよ。奪われたジェムはコンケストジェムっていう雷の力を持つもので、天命は律者の力を人間の体内で復活させる方法を研究しているから、ネゲントロピーは嫉妬しているでしょう。そして彼らはすでに成功しているはず。雷の力？メイ？全て私の推測だけど、もし本当にメイだとしたら、なぜネゲントロピーは彼女を逃がしたのか。そしてどうしてメイはネゲントロピーのことを何も知らないの。さすがに多すぎる。この話は内密にね。ちょっと不安かも。もう一つ悪いニュース。天命の衛星によると、ついさっき5隻の空中戦艦が太平洋上空を横切るのが観測された。空中戦艦？まさかネゲントロピーの部隊ですか？そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。ネゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。あなたたちまで危険な目に遭わせたら取り返しがつかないわ。いやな、今回は手を貸してあげるよ。ネゲントロピーのキツネどもがついに手を出してきたみたいね。でもちょうどいい機会かもね。手を貸す？一体何を？ちょっとすればわかるよ。艦長と一緒。
新ヒロインの了解です艦長せっまったくもうご飯を用意する時間が遅くなるよせっせっせっやっば命令様が言っていましたボイドエクスプロージョンせっせっはっせっ艦長次の目標は何ですかせっせっせっしないと勝てない行きましょう艦長ウェンディやっと見つけたどうして追いかけてきたの殺されたいのさっきは逃がしてあげたのにまさか私を倒せるなんて思ってるのウェンディちゃんお願いだから一緒に帰ろうここはとても危険なの天命本部からS級バルキリーが捕まえに来るしレゲントロピーの部隊も到着しちゃう S級バルキリー一社に匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこといいわ試させてもらう私の力が S級バルキリーを超越しているかどうかあなた私より傲慢なのね私とやり合おうだなんてさっきはうっかりしてただけよ本気を出したら律者を倒すなんて簡単なんだからフローニャお姉ちゃんを悲しませたくないからあなたたちとは戦えない追いかけてこないでまた飛んでっちゃったちょっとせっどうでした彼女の一座標は取得できました本当に騙しやすいのでさすがは正直者で有名なバルキリー仕方ないよ全てはキアナたちの時間稼ぎのため
しかし彼女の位置を敵に暴露するなんてユランダルは少なくとも私たちの友軍なのですか。あんなうるさい小娘は友軍なんかじゃない。私はあの子のせいでどれだけ苦労したことか。それにどのみちネゲントロピーを討伐するからユランダルに手助けしてもらおう。位置を暴露したってネゲントロピーに少しの情けをかけただけよ。何せあのデュランダルは化け物なんだから。その言い方からするとかなり彼女に恨みがあるようですね。艦長セッ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 イエスマスター。見つかった？もう時間はないわよ。あと2分でS級バルキリーがニュージーランドに到着するわ。レゲントロピーの空中戦艦ももうすぐ着くはずよ。ああもう間に合わない。 S 級バルキリーとレゲントロピーの部隊のことは心配しないでいいよ。まさか学園長 S 級バルキリーの待機命令を出せるんですか？残念ながら私にその権限はないのよ。でも彼女たちの位置を知る権限ならあるよ。まさか。正解。公共チャンネルで S 級バルキリーの位置を実況したわ。ネゲントロピーの通信システムは進んでいるから実況放送は聞き取られるはず。それならキツネたちは S 級バルキリーに奇襲をかける選択をするはず。なるほど。道理で遠くから爆発音が聞こえるのね。自分の人を売るのはいささか不本意だけど S 級バルキリーもそう簡単には負けないわ。ネゲントロピーの連中が時間稼ぎをしてくれるといいね。よし、次は私たちの番よ。疲れちゃった。温泉に入りたいわ。セッ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 セ
プロージョン。一撃必殺。せっ。行きましょう、艦長。で、話は戻るけど、テレサってそのエスキューバルキリーと仲がいいの？そこまで親しくはないよ。彼女が A 級バルキリーになりたての頃、私の指揮官があっただけ。それって親密な上司と部下の関係じゃないの？そこまで親密じゃないね。その言い方からして、以前に何かあったの？大した問題じゃないの。前に話したでしょ、あの S 級バルキリーは全体レベルの真面目だって。うん、その真面目さゆえに私は息が詰まる思いだったの。彼女からすれば、上司は軽々しく喋ったらダメだし、昼夜問わずに仕事に専念しなきゃダメだって。私がちょっと休んだだけで半日ほど説教されたよ。うわ、聞いただけでも恐ろしい。私の上司が姫子のようないい加減な人で助かったよ。もしもし、今通信中なんだけど。でもその後、やっと彼女に煩わされずに済む方法を見つけたのよ。方法？どんな？それは私個人の秘密よ。キーワードはローランド。彼女がうるさい時にはこの言葉さえ口にすれば静かになってくれるよ。艦長と一緒にいると安心します。ここは譲れないわ。セッフッ。少しお話がしたいです。来ないで。嫌よ、話なんてしたくない。
ーニャは思い出します。孤児院にいた頃、ゼーレという子がいました。ゼーレはウェンディみたいに強くて優しい子だった。ゼーレも一度は崩壊に意識を操られましたが、最後は打ち勝ちました。ブローニュが改造手術を受けた時も苦しかったんです。今でもですが、一筋の希望さえあるなら前を向くべきです。ブローニュにはウェンディの苦しみが分かります。だからブローニャは苦痛に耐えているウェンディの強さもよくわかります。だから諦めないでください。ブローニャはずっと信じています。私、ブローニャお姉ちゃんを信じる。ブローニャお姉ちゃんが私を信じてくれるなら、だってよかった。ウェンディちゃんの意識が回復したみたい。ほっとした。グズグズしてないで、早く一緒にハイペリオンに帰ろう。私たちはみんなすごいバルキリーだから、もし崩壊に操られたらすぐにでもやっつけちゃってたよ。ウェンディ、安心してください。ブローニャと一緒に帰りましょう。そうだ、ブローニャお姉ちゃん、またあのロボットに乗りたいんだけど、いいかな？いいですよ。重曹ウサギ 19C 起動。ブローニャ、親愛なる我が娘よ、今すぐ第四律者を回収しなさい。第四律者は重要な実験サンプルなのよ。回収できなければ殺してしまいなさい。天命の手に渡らせるわけにはいかない。いやあなたったら自我の意識が強くなってきているみたいね。ですが抵抗は無意味。最高権限司令、第四律者を倒せなくとも引き止めておきなさい。主力部隊がもうすぐ到着するわ。最高権限司令入力。重曹ウサギ 19C 狙撃モードにチェンジ。第四律者を攻撃。やめて、ブローニャちゃん何してるの？ブローニャお姉ちゃん、どうして私を攻撃するの？まさか、さっきの話は全部嘘だったの？私、もう誰も信じられない。ちょっと、なんか…まだまだいけるわ。残念ですが、これ以上は待てません。全戦術機構ステルス解除、目標第四律者。そんな律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構、なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと、忘れるところだった。ここに律者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ、第三律者を捕獲しなさい。何？はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして？ライデン・メイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認。接近中です。ふん、命拾いしたな。全軍飛行せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。
きましょう、艦長。ふん、いいでしょ。レスキューバルキリーを騙して少しだけの時間を稼いだよ。すごい、テレサちゃん愛してる。それはそうと、早くウェンディを見つけないと。レスキューバルキリーと会えなくて内心ちょっと残念だけどね。今の間抜けなあなたじゃ彼女との訓練で殺されてしまうわ。え、訓練で死ぬってどういうこと？この世に本物の変態がいるとしたら、彼女のことよ。天命にいる3人のエスキューバルキリーのうち2人は驚異的なテンプの才能を持っているけど、彼女だけは圧倒的な努力家だよ。他2名のエスキューバルキリーが1回でできることを、彼女は10回も20回もやらないと見つかない。それを100回やるのが彼女よ。でも彼女が一般人なら100回やっても無意味でしょう。少なくとも彼女自身が努力型だと思っているから、努力次第で何でもできるって考えてる。例えばあなたは理論試験の成績が不合格だと彼女に伝えれば、彼女はきっと毎日26時間勉強させるだろうね。問題を出し続け、あなたの試験の要点を覚えるまでになり、もっと、はあ、そんなの悪夢としか思えない。じゃあやっぱり会いたくない。なんせよ、私はテキストを見るだけでこの世界に生まれたことを後悔するんだから。ちょっと不安かも。了解です、艦長。まったくもう、ご飯を用意する時間がなくなるわ。バルキリーですね。私にだけ現在位置を教えたのに、なぜネゲントロピー部隊に襲撃されたのかと聞かれたよ。だから学園長、騙すのは良くないですって。とにかく合理的な説明を考えないと。さもなければ、さもなければ、まだ彼女は報告に行っていないはずだけど、絶対に丸一日お説教されるよ。でも私には関係ないと思います。逃げ切ったと思うのか、姫と少佐。艦長、起きて元気出してください。
必殺セット。まったくもうご飯を用意セット。ネゲントロピーのスパイがいて位置情報を漏らしたというのはどうでしょう。ダメ、それじゃあ天命内部が混乱しちゃう。クローニャの案はネゲントロピーが今回の崩壊を招いた目的そのものがエスキューバルキリーを狙撃することだったため、彼女が到着してすぐマークされたというものです。かなり合理的な感じね。でもエスキューバルキリーをターゲットにするには今回のネゲントロピー部隊では戦力が足りなすぎる。じゃあやっぱり私のアイディアで、デュランダル部隊が実際に通ったルートはかの有名なゴールドコースト観光コースだったの。だからネゲントロピーの部隊はただの観光に来てて、偶然デュランダルと出くわしちゃったんだって言えば通るよ。そんな口実わらじ虫でさえ信じないわよ。いけるかも。ファンタジーっぽいものの明らかな論理の破綻はない。試してみよう。どうでした、学院長、うまくいきました？信じてくれたね。まさか正直すぎるあまりおバカ同然なのかしら。デュランダルは話のわかる人だと思っていたよ。いいお友達になれるかも。了解です、艦長。セッ